こんにちは、カオルです。今日は9月確定日の銘柄の中からクロス取引で取得できる株主優待のおすすめを紹介していきます。節約マスクのお金の話。早速ですけど一覧はこちらです。ちょっと紹介するのが遅くなってしまったので SMBC 日興証券ではもう在庫がないものが多いかもしれません。ちなみにクロス取引がよくわからないよっていう人はこちらの動画でお話ししているのでよかったら見てください。では一つずつ紹介していきます。まず8207テンアライトです。これはすごく人気のある銘柄で私は取得できたことはないです。内容は運営している飲食店で使える優待食事券で株数に応じてもらえる金額が変わります。株数が増えても同じ比率で優待券の金額が増えてくれるので1000株1万円分を狙いたい銘柄です。株価が381円と安いので買いやすくてかなりコスパがいいです。使える飲食店が私はあんまり馴染みがないんですけど天狗酒場っていう居酒屋とかがメインみたいです。フリマアプリで売却するときは額面の 65% くらいが相場になっていますけど今の時期はコロナの影響でちょっと安くなっているかもしれません。ちなみにこの動画ではフリマアプリで販売するときの相場をお話ししますけど公式で禁止されている銘柄とかもあるので推奨しているわけではありません。次7616コロワイドです。株主優待といえば6月12月のスカイラークと3月9月のコロワイドは絶対に抑えておきたい飲食系2銘柄だと思います。内容は運営している飲食店で使える優待カードが500株で2万円分もらえます。2万円分いっぺんにもらえるわけじゃなくて12月と3月で1万円ずつ分けてポイントが付与されます。取得株数が500株でちょっと多いんですけど2万円分付与されることを考えると株価が1611円っていうのは結構安い水準だと思います。っていうかコロナの影響で飲食店の株価はまだあんまり戻っていないところが多そうです。で、コロワイドグループは居酒屋が多いんですけどそれ以外で個人的に使いやすいお店が多くて割と店舗数の多いチェーン店の焼肉屋さんとかステーキ屋さんとかが入っています。ただそれより何よりかっぱ寿司で使えるっていうのが私は一番嬉しいポイントです。フリマアプリでは額面の 70% から 80% くらいの価格で取引されているんですけどコロワイドの場合は食事券じゃなくてこういう株主優待カードが発行されるんです。で、このカードは使い捨てじゃなくて株を売却したとしても株式名簿に記載されない時期がない限り既存のカードを継続して使うことになるんです。次回またクロス取引をしたら同じカードにポイントが付与されるっていうことですね。なのでフリマアプリで売却するときはカードの返却が必要かどうかを書いてあることが多くなっています。次9202アナホールディングスです。内容は国内線の航空券が半額になる優待番号ご案内書で株数に応じてもらえる枚数が増えていきます。4枚までは100株につき1枚もらえて株価が2557円なので400株取得しようと思ったらまあまあの資金が必要になるんですけど私はいつも400株をクロスしています。優待番号ご案内書っていうのはこんな感じのカードでこれは3月確定分になります。例年なら1枚4500円くらいで売れてるんですけど今はコロナの影響で2000円以下になってしまっていてちょっと残念です。まだ使用期限は長いので少し様子を見ようと思っています。次6412平和です。これは本当は教えたくないくらい毎回お世話になっている銘柄です。内容はゴルフ場で使える3500円分の割引券が株数に応じてもらえます。株価は1763円なのでまあ400株8枚も狙いやすい水準だと思います。フリマアプリの販売価格は1枚あたり2000円以上で8枚セットだと1万6000円から1万9000円くらいですね。ゴルフはあんまりコロナの影響がないのか例年通りの相場で取引されています。次3178チムニーです。
内容は100株で5000円分の優待食事券がもらえます。株価が1396円で安いので資金効率は下がりますけど、500株1万5000円分も狙っていきたい水準です。お店は居酒屋っぽいお店が多い感じですね。フリマアプリではだいたい額面の 60% くらいの価格で取引されています。次、7522ワタミです。内容は飲食店で使える優待券が100株で3000円分もらえます。株価が965円で安いので資金効率は落ちますけど、300株、500株、1000株を狙いに行くのもいいと思います。ワタミも居酒屋が多いイメージですけど、都心部はちょっとご飯屋さんっぽいお店もありそうです。フリマアプリでは額面の 70% くらいが相場になっているみたいです。例年だとこれも 90% くらいでも売れていた印象なので、やっぱり安くなっていますね。次、7421カッパクリエイトです。内容は飲食店で使える株主優待カードが100株で3000円分もらえます。カッパ寿司を展開している会社なんですけど、前に紹介したコロワイドのグループ会社なので、コロワイドグループの店舗で使うことができます。コロワイドもそうだったんですけど、2020年3月分の優待はなぜかコロナで外食需要が減少する中、ポイントを増額してくれたりしていて、株主優待には力を入れてくれるイメージがあります。フリマアプリでの相場はコロワイドと同じで 70% から 80% くらいで、カードは再利用したい場合は返却が必要になります。次は8163 SRS ホールディングスです。内容は1000株で1万2000円相当の食事券です。株価が909円なので少し資金が多めに必要になります。和食里が主力みたいですけど、関東関西中部にしかお店はなさそうです。フリマアプリでの相場は額面の 80% から 90% くらいです。次は3397トリドールホールディングスです。内容は運営している飲食店で使えるお食事券が100株で3000円分もらえます。株価が1392円で安いので200株までは取得してもいいかなと思います。トリドールといえば丸亀製麺ですね。全国的に店舗数が多いですし、うどんと天ぷらが嫌いな人類は地球上に存在しないので誰でも使いやすいと思います。フリマアプリでの相場は額面の 90% 以上で、300円とか500円なら額面以上で売れている場合も多いです。うどんと天ぷらが嫌いな人類が存在しない分、売却価格もかなり高くなっています。次は9831ヤマダ電機です。内容は100株で2000円分のヤマダ電機で使える買い物券がもらえます。1000円ごとに500円券が1枚使えるシステムなので、お買い物の全額を優待券で賄うことはできません。ただそれでもフリマアプリでの売却価格は額面の 90% 以上になっていることが多くて、なぜか人気があります。あんまり行かないので知らないんですけど、日用品が売っている店舗が多くて使いやすいみたいです。株価が571円で激安なので取得しやすいのが嬉しいです。ただ3月は割引券の枚数が減ってしまうので注意が必要です。以上でおすすめ銘柄の紹介は終わりなんですけど、私の現在の取得状況はこんな感じです。相変わらず出遅れて、おすすめ銘柄はほとんど取得できていません。でも9月は優待が多いので探せばお得になる銘柄はちょこちょこある感じですね。以上、9月の株主優待おすすめでした。このチャンネルでは節約とか投資とかお金に関するお話をいろいろとしています。一緒にお勉強してくださる方はチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴していただきありがとうございました。